先日勝利もという中でまた新しい1週間過ごせてますけれども、いかがですか今。まあ昨日の天皇杯もしっかりとチームとして勝つこともできましたし、やっぱりこう勝ちが続くということはチームにとって非常にいい雰囲気をもたらす一つの大事なことでもあると思うので、これをドルトムント戦、その後には首位のセレッソと大事な試合が待っているので、いい雰囲気で練習もやっていきたいなと思ってます。気緩んでるわけじゃないんでしょうけど、表情は柔らかくなってたなと今こうやってお会いすると思います。気のせいです。はい、まあ僕は常に変わらず過ごしていると思いますけど、まあでも間違いなく言えるのはやっぱりこう勝って練習をできるっていう、そこはチームとしてもいい雰囲気だなっていうふうにはすごく感じてます。日々試合が続いていく中で、またいつもと違う感覚を味わえる機会だと朝日は思いますけれども、いかがですか。まあそうですね、相手がどこだろうと自分たちは勝利を目指してやっていきたいですし、まあ勝つことができれば浦和レッズっていう J リーグの中のまあクラブが世界へと名前を発信できる一つ大事な戦いにもなりますし、まあ世界の選手と戦えるっていうのはなかなかないことだと思うので、自分たちの力でしっかりとこの機会を大事にして、この機会を与えてくれたことにやっぱり感謝しながらプレーしたいなと思います。ドルトムントってどんな印象ありますか。まあ、間違いなくこの力がまあ、かなりあるチームだと思ってますし、まあ、日本人だと香川選手もいますし、まあ、とにかく攻撃力のあるチームだと思うので、まあ、僕たちも今失点が続いてますけど、そこでまた一つこう無失点にするきっかけをこうドルトムント戦で掴めたら一番いいなと思います。ご自身見せたいプレーとか楽しみにしている部分とかっていうので、ここはっていうこういう機会はなかなかないので、本当に思う存分楽しみたいと思ってますし、もう選手である以上やっぱり世界のクラブチームと戦えるっていうのは本当に喜びを感じるものがあるので、まあ、チャレンジ精神を持ちながら相手をリスペクトした中でもやっぱり激しく厳しくやっていきたいなと思います。オバメヤン選手とかいますけど、デンベレ選手とか、結構ドルトムント の、 そのキーパーのビルキ選手なんかはよく見たりしますし、容姿がかっこいいんで実際に会ってしっかり見たいなと、能力的にはやっぱり代表でやられてますし、そういった選手と一緒にできるっていうのは、同じピッチに立てるっていうのは、非常に嬉しいですね。チケット完売なんですか。そうですね、やっぱり浦和レッズの試合でも毎試合やっぱりお客さんがたくさん入ってくれるように、自分たちがとにかくピッチの上で結果を残し続けないといけないと思ってますし、浦和レッズというクラブは、勝っていかなければいけないチームだと思っているので、そうしなければやっぱりサポーターの方も来てくれてない、来てくれないっていうのは自分たちも理解してますし、まあ、サポーターの方といい関係で同じ方向を向いて一緒に戦っていきたいなと思います。まあ、レッズの良さっていうのを出せることができれば本当に勝つチャンスも十分にあると思っているので、まあ、失うものは何もないので、もう自分たちで思いっきりやりたいなと思います。世界に西川選手の存在っていうのは自慢したいと思ってるんで、レッツ側としても楽しみにしてください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。